皆さんこんにちは。はい、今日もですね新橋 SL ヒオーバーです。パラパラパラっとめくってですねちょっといい話をね、しようかなと思います。はい、哲学書僕の愛読書パラパラパラとしましょう。あ、逆だった。あら、人は鏡、万象は我が師って書いてありますね。人は鏡っていうところでお話をしましょうね。はい、人は鏡です。こちらにねいっぱい人が歩いてますけど、みんな鏡なんですよ。というのは僕がですよ、ここで皆さんに、ね、笑顔で手を振ってたとしましょう。さあ、人は鏡です。お相手がその笑顔を見て幸せになるでしょうって言うと思うでしょ。違うんですよ。僕が笑顔になっている人はそれで幸せになるかどうかっていうのは僕には実はわからないんですね。人は鏡というのは自分がまず変わる、そして自分が笑顔になる、笑顔になったらそれが相手に映るでしょうという鏡なんですよね。ですから相手を幸せにさせようと思って自分が笑顔になるのであれば、それはですね一つの私は傲慢なのかな、わがままなのかなと思います。自分が信じたこと、自分が決めたこと、ここにいる人だけじゃないですよ、家族に、妻に、子供に、そして同僚の人たち、生徒さんたちにですね、もう俺は絶対に笑顔でみんなに明るく振る舞うんだ、決めるわけですよ。この自分で決める、自分を変えるのは自分しかいない、そしてそれが決まった形となって現れた、そこまでしか人はできないんです。ただ現にこれは私の実際例で申し訳ないんですけれども、私が笑顔になれば生徒さんも笑顔になってくださいます。私が息子に対して笑顔で、あー今日も遊ぼうぜってやれば息子は笑顔になってくれます。結果として、これが人は鏡電車うるさいですか、もっと大きい声でいきましょう。これが人は鏡っていうことなんです。変えられるのは己自身だけ、それが相手にどう映るか、それはその方の心です。ただ決めたらやり抜きます。以上、ちょうど2分。また良い一日を。